今日はレジンマスカレードマスクの作り方を紹介していきたいと思います。今回はゴールドとホワイトをベースにポリマークレーで作ったデコレーションとラインストーンをたっぷり散りばめた華やかでゴージャスな仕上がりになりました。パーティーやイベントなどで使うこともできますし、額縁に入れてインテリアとして飾っても素敵だと思います。今回使用するのは以前紹介したこちらの紙でできたマスクの土台です。裏面はこんな感じでゴムがついております。ではまずはじめにゴールドのアクリル絵の具を塗っていきます。土台としてゴールドのカラーに仕上げたいので、このあたりにゴールドの絵の具を取って全体にムラなく塗っていきたいと思います。こちらのゴールドのアクリル絵の具なんですが、クラフトスマートというもののライトゴールドというものを使用しております。とてもラメというかキラキラした感じ、輝きが綺麗なゴールドでした。平筆を使って全体にまんべんなく塗っていきます。一度塗りだと下の土台が透けてしまうので、二度塗り、三度塗りと綺麗に仕上がるまで重ねていってください。塗り終わったらしっかりと乾かします。こんな感じで仕上がりました。それではポリマークレーを使ってデコレーション用のパーツを作っていきたいと思います。以前にも使用したこちらのシリコンモールド、ロココ調の形を使っていきたいと思います。しっかりと手で温めながらポリマークレーをこねて細長く形を作ったら、シリコンモールドの上からギュッと押し付けます。そしたらこういった道具を使って余分なポリマークレーを取り除きます。こうすると簡単に作ることができます。詳しい作り方は、ロココ調ボックスの作り方をご覧ください。では、上からギュッとさらに押し当てたら、シリコンモールドを折り曲げてゆっくりと剥がしていきます。ちょっと繊細な作業なんですが、こんな感じで、パーツが出来上がります。これを、使う分だけ用意します。そしたら、早速マスクに当てていきます。こういう感じで、配置したい場所にまずはポリマークレーを置いていきます。そしたらこういったドットペンなどを使って端の部分を軽く押さえていきます。今回この仮面の立体な曲線を粘土で出すために、まず最初に配置をしてから焼き上げようと思っております。で、この立体的な仮面なので滑ってしまうので、軽くドットペンなどを使って形を崩さないように上から押さえていきます。端の部分、こちらも、滑ってしまったんですが、こういったところを軽く上から押さえてあげるととどまってくれました。細かい作業ですが、端の方をちょんちょんと触るような感じで形を作ります。はい、全体の配置が決まりました。今回この目の周りにラインストーン、大きめのラインストーンを配置しようと思うので、大きめに隙間を空けてこのくらいの配置にしております。そしたらこちらネイル用ミラーネイルパウダーなんですけれども、クロムパウダーと呼ばれるものを筆先に取って軽く撫でるような感じで粘土の上をなぞっていきます。これを塗るとシルバーの光沢が出るので、私は少しキラッとした感じに仕上げたいのでこちらを使用しました。で、こちらもお好みで濃さを調整してください。近くで見るとこういう感じです。足りないなと思ったところは上からまたさらにトントントンと押し当てるような感じで、それから横の部分は撫でるような感じでつけていくと綺麗にパウダーが乗っていきます。そしたらこちらのゴールドのストーンをデコレーションしていきたいと思います。丸いところに置いて上からギュッと押し当てて
沈めていきます。しっかりと沈めておかないと焼いた後に落ちてしまうので、これくらいしっかりと埋めてください。細かいところ、自分の好きなところにこちらのストーンを配置していきます。やっぱりゴールドが入るとこれだけで一気に締まる感じになるんじゃないかなと思っております。では、こういう感じで焼き上げたいと思います。温度を設定したら、まずはこれで5分ほど焼きます。というのは下のアクリル絵の具を塗った仮面を長時間焼きたくないので、5分経ったら、取り出してしまいます。そしてある程度形のついたこちらのポリマークレーを、薄いスパチュラなどを使って、ゆっくりと剥がしていきます。大丈夫かなと思ったんですが、意外と形が出来上がってくれていました。で、こんな感じで剥がします。この立体的な曲線、これですね、この形を後でぴったりと当てはめたかったので、まずは最初にある程度形を作ってから、しっかりと焼き上げようと思います。二度焼きという感じですね。で、全部のパーツを取ってこんな感じで、仕上がりました。さらにもう一度、しっかり焼いていきます。この粘土だと15分ほどで大丈夫だったんですが、私は20分ほど焼きました。規定の時間焼き上げたら、熱のあるうちに、また仮面に押し当てていきます。少し戻っちゃったんですよね。ですが、温かいうちにまた仮面に沿わせて少しカーブをつけておくと、後からセッティングしやすいかと思います。まあ、気持ちなんですけどね、温かいうちにこのカーブもう一度作っておいてください。で、どうしても作れないという時はもう少し指で持って優しく曲げていいかもしれないです。この曲線がフィットするのに欲しかったんですね。それではマニキュアを使って縁取りをしていきたいと思います。今回使用したのはエッシーというブランドのホワイトのカラーです。はっきりとした白の出るカラーを選んでみました。そしたら筆に取ってゆっくりとこの筆の幅の分だけ線を引いていきます。まずはゆっくり全体を縁取っていきます。少しずつ重ねていくように筆を横に動かしていくと綺麗に仕上がります。では一周しました。こういう感じで仕上がっております。そしたら2周目に行きます。今度は幅をまたさらに広くして縫っていきます。筆の幅を同じまま平行に動かしていくとほとんど幅が変わらないで、綺麗に同じ幅で全体に引くことができるかと思います。はい、全体に塗り終わりました。そしたら次に小さくカットしたスポンジを使っていきます。ピンセットの先に取って、この下半分に同じホワイトのマニキュアを塗ります。たっぷり塗って大丈夫です。全体に、なるように下半分につけたら、こういう感じでトントントンと今引いた線の上をなぞるようにスポンジを置いていきます。そうするとこういう感じで薄くついていきます。これでグラデーションを作っていこうと思います。軽くトントントンと押しながら今引いた線の上を一周していきます。こちら1回だととっても薄いので、何回か綺麗なグラデーションになるまで繰り返していきます。はい、ちょうど1周することができました。見てわかる通り境目がすごく目立つので、さらに2回目3回目と重ねていきます。
少しスポンジの位置をずらしながら様子を見ながら自分の好みのグラデーションになるまでこの作業を続けてください。私はこのくらいのグラデーションでいいかなと思ったので、ここで一旦しっかりと乾かします。夜になりました。しっかり乾かしたので、今度はラインストーンを貼っていきたいと思います。今回使用するのはすでにシールの状態になっているこちらのラインストーンです。剥がしてみると一本のラインになっている感じですね。で、これを配置していきたいんですが、カーブのあるところは、このまっすぐな状態だとつけられないので、カットして2粒ずつつけていこうかと思います。こちらのラインストーン、クリアのものと少し紫がかったブルーのような薄紫というのか薄いブルーというのか、そういった感じの2色入ってたので、色のついた紫の方を目の周りに配置していきました。こんな感じで仕上がりました。もうキラキラしててとってもいいですね。そしたら次に先ほど作ったこちらポリマークレーのパーツを接着剤を使って貼り付けていきます。このあとレジンを流すので仮止めという形で瞬間接着剤を使って付けていきます。まずは中央を決めます。上から軽く押さえて中央を決めたらこんな感じですね。端をしっかりと押さえて全体を決めます。ここで浮いてるところがないのが理想なんですが、少し私も浮いてしまったんですが、後からレジンを流して接着させるのでそこはあまり気にしなくて大丈夫です。で、こちらも同じように、下の部分、下のパーツを取り付けていきます。なかなかぴったりと密着するのが難しかったんですが、瞬間接着剤を使ってしっかりと固定します。その後さらにレジンを使ってがっちりと固定していきます。で、上の部分も取り付けて、そしたら今回はこちらの UV レジンを使っていこうと思います。大容量のものを買ってこちらの容器に移し替えておきました。たっぷりとレジン液を出したら平筆にとって全体に塗っていきます。まずは端から均等になるように外側に向かってこの辺りから徐々にレジン液を塗っていきます。マスク全体に塗れたら今度は細い筆に切り替えて細かい部分をしっかりと埋めていきます。ここでたっぷり取って溝を埋めるような感じでレジン液をのせていくんですが、ラインストーンの上にはかぶらないように気をつけながらのせていってください。ラインストーンをかぶってしまうと輝きがなくなってしまうので、そこだけ気をつけながら、溝を埋めていきます。はい、こんな感じで、塗っていきます。で、塗り終わったら私は今回、表面を軽くこちらのポリマークレーの表面を軽くコーティングしておきました。これはお好みですので、ツヤ出しをしたいときは、上にも塗ってください。そしたら、下のカバーを外した UV ライトを持ちながら当てます。まずは片面半分だけしか入らなかったので半分に1分ほど当てます。そしたら、逆を向けてもう半分1分間当てます。まず最初にコーティングしたレジンが流れてしまわないうちに仮硬化という形です。仮硬化が終わったら全体にしっかり当てて硬化を完成させます。はい、硬化が終わりました。こんな感じでツヤツヤした感じがカメラだとあまり映ってないんですが、しっかりとツヤ出しができました。レジンはツヤ出しという意味とパーツのしっかりと固定させるためにの意味でつけております。そしたら今度はクリアのラインストーンを取って
ホワイトの周り、仮面の外側をアウトラインを作っていきたいと思います。これくらいのカーブでしたら、こちらのクリアのラインストーンカットしないでも大丈夫でしたので、少しずつ一粒ずつ伸ばしな一粒ずつ貼り付けながらつけていきました。位置が決まったらしっかりと押さえて上から固定します。で、端の部分の余ったところはカットをします。はい、一周ラインストーンで縁取ることができました。そしたら今度は大きいラインストーンを使っていきます。こちらはグルーガンで接着させました。底の部分が平らなので、このカーブした仮面の上に接着剤だとくっつかなかったので、こちらのグルーガンを使用して密着するようにこのパーツは取り付けていきます。このダイヤ型のものを配置していこうと思います。そしたらあとは好きなところに自分の好きな配置でデコレーションをしていきます。グルーガン便利ですね。とっても大きいパーツでもしっかりとくっつけることができたので、もっと使えばよかったかなと思いました。そしたらまたラインストーンを一粒ずつカットして空いているところや自分の埋めたいところに散らしていきます。もっとシンプルにする予定だったんですが、ラインストーンはどんどん乗せてしまいますね。すごく迷いながら、でもとても楽しくラインストーンの配置を考えながら貼り付けていきました。はい、完成です。こんな感じで仕上がりました。もうキラキラしていて、やっぱりそれだけでいいですよね。しっかりとこのテープだけのラインストーンなんですが、固定されているのでこのままでいいかなと思います。さらにレジン重ねると少しムラができそうで、綺麗じゃなくなっちゃうかなと思ったので、で裏面はこういう感じになっています。このゴムちょっとせっかくついてるのでそのままにしておいたんですが、色を塗ったり取り外して棒をつけたりしてもいいかなと思いました。キラキラですね。こんな感じで完成です。実際に使用する機会というのはほとんどないと思うので、こちら額縁に入れてインテリアとして飾ることが一番いいかなと思っております。羽をつけたかったんですけれども、もう十分デコレーションできたので今回はこちらで完成です。レジンマスカレードマスクの作り方でした。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。